どうも、トモヤンです。今日はバックハンドスライスの、コツをお教えしたいと思います。まず一つ目、このセットですね。ラケットセット。まあ、コンチネンタルグリップ、まっすぐのグリップに握っていただいて、ラケットセットをしっかり、まあ、できるだけ最初も大げさにやっていただきたいんで、さあ打つとって足止めた時に、ラケットのセットの場所が自分の後頭部の場所ぐらいまで来るようにしてください。よくあるのが、こうやっちゃうと、ね。こうすると体のターンが甘くなってしまうんで、ラケットをしっかり後頭部の方、ラケットフェイス面を後頭部の方に持っていってもらうことによって、体のターンも仕上がりますし、ね、足もぐっと止まって、この形が作れるんで、これちょっとまず一つ目として気をつけてください。2つ目なんですが、このセットが作っていただければ次は当たるときにラケットとボールが当たるこれインパクトのときによくあるミスラケット面が上向いてしまうという薄く当たるっていうんですけどできればスライスというのはもう切りたいという感覚の人が多いんですが切る、ショットではないのでできるだけ厚く当てるラケットとボールが、まあ、真っ直ぐとは言わないですけどこういう感覚で当たってもらう方が理想的なんですまっすぐ、もう超まっすぐではなく、この真上でもなく、その間ぐらいの感覚で当たってもらえれば理想的になります。そのためには、この形ね、先ほど言った、この形でぐーっと出てくることがすごい大事です。上から入ってくることによって、ラケットが平行ではなくて、ラケットが上から入ってくることによって、ラケットヘッドがしっかり立って、熱い当たりになるんで、平行に入ってくるとどうしても面を上向いてしまうんで、ここからまっすぐっていうのはできないんで、ね、ラケット高いところから後頭部のところから下ろしてこれるように熱い当たり目指してやってください。3つ目の、ポイントなんですが、ラケット高いところから来ていただいて、熱く当たった後は打ちたい方向、まあ、ストレートとクロスが大きなコースになると思うんですが打ちたい方向にラケットをしっかり運んでいく、まあ、ボールを運んでいくですね熱く当たってますからそのボールを打ちたい方向に運んでいくように前にスイングをお願いしますよくあるのが上から来たら下に振ってしまう人がだってね下に振る人がすごく多いのでそうではなく上から来たら体重を乗せて前に振っていくようにしてくださいで今の3つのポイントを押さえてちょっとスライスのボールを打っていきたいと思いますストレートなのでストレートの方向にラケットを高いところからストレートの方に運んでいきますまっすぐボールが来ても、ちょっとクロス。クロスだと、クロスの方向にだけちょっとぐーっと長く、高いところから前に、高いところから前に、低いところからやってしまうと、絶対こうなっちゃう。内にいくと面が上向いてしまうので、薄いやつで、こういうボールになってる方はもっとラケットが上から来てください上から上からでこういうまっすぐの弾道のスライスに変わるで先ほども言いましたが上から来てるんで下に振ってしまうとこれまたよくある薄い当たりですねになってしまったりするで体も開きすぎちゃうこういうミスにつながってしまったりする高いところから前に前にこれ本当に気をつけて前に運べるように狙いたい方向にラケットを高いところからスイングしていくというのを気をつけて皆さん試してください。